皆さんこんにちはトツです<ー>本日は AT-6 ねこちら見ていきたいと思いますよろしくお願いします え前回とうとうレギオンがね東西南北全てにね撃滅として、まあ、進攻してくる流れになりましたでこれねもうどうにもならないんじゃないかなと思ったんですけども新しい機体のねノルトリヒト戦隊シンたち率いる軍勢が何、えー、とか第一陣第二陣とね、えー、退ける流れになりあワンチャンいけるんじゃねって思ったらラストのラストでねフレデリカといるところに何か攻撃を食らうという展開になりましたまずシンたちの側で言うとこの後これがどうなるのかっていう というところそして一方レーナたちの方ね、えー、こちらの方も今大変なことになっておりまして全てのプロフェッサーをねレーナが束ねて、えー、これからまあ立ち向かうって流れになるかと思うんですが果たしてその86のみんなが一枚岩となってね、えー、このレギオンに向かって構成っていうのを仕掛けられるのかどうか、えー、この2つの視点ねこれから皆さんと見て応援していきたいと思うわけなんですけども果たして今週ね一体どんな話になるのか <laughs>、えー、期待していいのかねこの先に のことだからねなんか大変なことになりそうな気もするんですけども今戦ってみんなにはね頑張って生き抜いてほしいなと思います<だ>、えー、というわけで皆さんも録画したものもしくはビデオアンマンドを使って一緒にお楽しみください簡単なご案内さまし編スタートですよろしく三、二、一。さあ始まったねこれはどっちだフレデリカレーナ あ、レギオン。ってことは、レーナの方かなわかんないけど、も、ま、う、あ、とにかく、あーレーナたち側だね。うーん。いや、頑張ってんのかな a t 6のみんな。ああ、今のレーナっぽい。いや、もう、前回のあの、パラレードの、あのね、全員につなげた時のプロセッサーのあそこやばかったよね。<laughs> ああ、この橋っていうか川を通して、なんとか、尻けてる状況なのかね。いや、この国持つのかなこの後。もうダメじゃねだいぶ進行されてないあ、オープニング行っちゃった。いやー、もう、今回2期ね、始まった時は結構のんびりしたところも多くてさ、 平和のお話続いてたけど、まあ、すぐね、あの図書館で出会った男の子が死ぬ展開になり、ああ、そうだった、86こんなだったっていうところからの、今の流れがやべえ。<laughs> いや、フレデリカたちの方どうなってるかなあの、キリの方からのね、攻撃食らってる流れがあったけど、機体にもみんな乗ってないしさ こんなところであんな形で命誰か落とすみたいな展開だけは来てほしくないんだけどね。いや、心配だわ。ほんとすぐ誰か死んじゃうからね。この作品。もうそしてシンたちの方もこのメンバー一人もかけてほしくないわけですよ。もう、もう今言ってるだけで目熱くなってきちゃうからね。 どうなるかなもう仮にあそこでみんな無事だったとしてもね、この後の戦いが、まあ、苛烈極まるものになりそうだからな。なんとか乗り越えてほしいな。そして、再会してほしいんだよね、みんな。誰一人欠けることなく。さあ、あ、フレデリカの方だ。いや、これみんな大丈夫だったかな 大丈夫なの今のうん大丈夫そうかないやえどっちえ何見るなあーみんなは大丈夫だけど周りは多分精算なことになってんじゃないかなあーやっぱりわわえ今落ちてきたの何手だった一瞬だったけどうんいやけどそれでもやっぱここのみんなが 無事でよかったわうん,うん前回の戦いでのね真の様子、まあ、レギオンの数がすごくて声がたくさんあったのかもしれないけどやばかったもんねあこいつあれじゃん友人の一緒にいたあーあれじゃあいいな まあ、ニーナ無事だったよかったねうんえっ、ー、2万 <laughs> やばっうん800 <laughs> いや400ってやべえよな400だよもうどこでも届いちゃうんじゃないですか 攻撃奥にいたとしてもみたいな場所さえ特定されたらやばいわなうんうんってことは次のが来るまでまあ15時間しかないってことかなおおあダメあだよねだから最終的にやっぱあれだよ 真たちがそれは対応することになるんだろうな。ルアグリキア連合。ああ、あれか。東西南北にレギオンが攻めてた時の残りの、あこっちもあれなんじゃないたぶん。あ、そういうことだね。バルト。これもそうだったと思う。いやー、なんか皮肉かな今のは。 もうなんか一致団結して戦うべきなんじゃないですかまあ一致団結は一応してんのかこうやって連絡は取ってるからうんの割にはなんかギスギスしてないいやほらため息ついてるしくだらない言い争いしてって思ってんじゃないこの人は 弱みうんじゃそれがもう今じゃなうん <laughs> そこは一緒なんだ意見は <laughs> うん、うん、高速鉄道法 いやめちゃくちゃ移動できるじゃん。だろうな、各国なんだ。<laughs> 連邦だけじゃなくて。8週間。うんじゃあ、この15時間じゃなくて、こっちがタイムリミットになるんだね。うん誰だ今 うんてかこの人誰だあああれかさっきの人たちが砲撃撃った時みたいなんやばいね隙がないねーうーん いや、だから、シンたちなんでしょ切り込むしかないんでしょいや、そういうことですよね。だからこれと同じ考えをレーナが持って、レーナたちもク6をここに送ってくるみたいな感じなんじゃないそういうことにならないかなうーん。 いやそうなってほしいなノルトリヒトとク6の共同作戦みたいな。同数程度じゃあ,あれなんじゃないだよね意味ないんだろうな。生産工場か。え ?2 ヶ月の間に元通りどころか。 それよりも増えちゃうの <laughs> うんてかさっきの今の「伊能の」っていうあれがちょっとムカつくんだけどあのおっさん惜しまれぬものそれってあれしたちのこと言ってんのあいつらんこれー。 今の会議のやつかな左に座ってたうんーだから前線に行けっていうのを言いに来たのかねなんだうん替えのきかない人間はいないねなんかけどあの人 う,さんくさくね、うんシーンちょっとおかしいんじゃないうん飲まれてた、うん、そうな呼びかけてたもんねフレデリカは。 まりいやまあけど前回それでもあれだったんだよね戦場でクレナとか笑ってたりしてたよなだからいろいろゆっくりしてきたけどやっぱ戦場が自分たちの生きる場所みたいな風な気持ちもあるんだろうねうんいや今の聞いてまたそれを言われちゃう感じなのね <laughs> そういうことレイナーたちのとこにいた時の話かうん流れ玉であれじゃ困っちゃうよなうんいやってことはもっと早くなる可能性もあるってこと前倒しで。 あいや今頃、うん、それそうレいナたちの方どうなってるかなあいや中の守ろう守ろうとしてる人たちはもうあたふたしててさそれでク6が命張ってるんだとしたら本当元もともこもねえよなうんあ話切り替えた。 いや使われる使われる絶対そうだからさっきの男が来たわけでしょ愛に顔を見に来たんだと思うよ忘れませんさあもうん一日経ったね誰だフレデリカ足怪我してんねあニーナちゃんじゃんってことは相手はあれかマルセルか違う ん楽えに何何ああマルセルだやっぱりで何だったんだああ真にえなんだ中身何書いたの確かにさっきなんか書いてるあれあったもんね いや、どういう内容ですかいやー、まあ、分かってくれっていうのは無理なのかもしれないけど、そうなっちゃうのか、そういうのも背負わなきゃいけないのシンが。もう この立場辛すぎじゃねそりゃ壊れるわっていう。いや、大丈夫かなまあ、こうぶっ壊れていくシーンを、なんとかできんのが、レーナになるんじゃないの違う。フレデリカとかでもさ、周りのアンジとかみんなでも止められなくて。ん今の誰の声だ 忘れませんっつったうん麗ナかいやーだから麗ナが正気に戻してくれるんじゃねえかなうんいやだからここら辺信じ始めたわけだねちゃんと。 まあ今までの行動が物語ってるもんな。真の力がさ、正しいってこといや、この力があるのは確かにありがたいっちゃありがたいよね。軍としては。ああ、共和国はいいって。 単純三国入ってないんだねれ奈たちのはやっぱり空挺進出あ空から行くんだねだそんなのあったよねオープニングかなんかかな。 結局頼りまくってるじゃんしかも名前スピアヘッドってわなわなしてますうんえびっくりしたああ過去のうんそこらへんさっきな会議の時に いや居場所がほんとにどこ行ってもさえー、首都までってことはどうなってんだレーナ。うん うーん。いやあ、あ、聞いたよ。わなんか嫌だ。えー、こんなのー。いや、マジで重いって、芯に乗っかってるものが壊れるって。いやー、れーな。 いやレイナとつながってほしい。いやさよなら、勝手にしないで。レイナ、絶対頑張ってるから。うーん。何なの、お前ら。ま <laughs> どこ行っても本。 とまあけどこれがまあ合理的な考えっちゃ合理的な考えなんだろうけどねまあこういう判断を下すよね人間っていうのはほんとクソだよな人って <laughs> <laughs> いやけど、死んなんかこんなふうにしか見てないよね、世界を。うほう、一人。えなんだと この人やっぱいい人だなさっきの,あの時といい態度といいいやけどそれはさあなんか芯はうんうんだからそういう話になっちゃうとこうなっちゃうんだよね芯だけじゃなくてみんな うんこの考えがえ大丈夫いやいやいや気をつけてこんな形で嫌だよなんかあったら <laughs> わーしんくーんまあけどねもうそこら辺はもは舞台とか前線とか戦いに行くっていうのは。 平穏な世界から生活からこっちに戻ってきた時には見てる僕たちも分かってたけどね。うん、ゼロ せめてそういう言い方はやめてほしいんだよね行かせるのは仕方ないにしてもさいや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 もうこれこの作戦終わる頃誰が残ってるんだろう 誰も怒んないとかやめてよマジいやこの人もねいい人なんだよね今までの会話聞いてると。 いやーそれは言わないんだよね。どうやってもいつも難しい立場。あらゆるところからこんないろいろ言われて、にーなにしても。もうこれなんだよね。 みんなもう料理教室とか行ってりゃいいのにと思うんだけどな、うん、もうそこらへんがまた分かってるところがつらい。うん いやその気持ちを共感できる人たちがもうこれ以上減るのはやだ <laughs> もう何回言うのよこれ <laughs> いやもうこの会話がさ全然楽しく聞こえないよ重い重い重いて 特に今回はあれだったけど。いやー、そしてレーナどうなってんだろう。首都の方までもうレギオン来ちゃってるって言ってるけど、せめて前線というか、戦うさ、あの、舞台の場所を押し下げてでも生き残っててくれたらいいけどね。ま、そこの国民なんかどうなってるか知らねえけども <laughs>。 相変わら、いや、けど、さすがにあんな状況になったらさ、あの、飲んだくれてた兵士たちも目覚ましたりしてないかな。もう完全に他のね、戦線の国の方からは見捨てられてる感じだったけど。なんとかしててほしいな。んあれこれ、レーナの方じゃね違う いやそうだよいやーやばそうえー、あえいやいやばも, <laughs> もうだからもうあの軍部とかもうどうにもなってないね完全に首都陥落しちゃってるってことだわ今の。 レッタ含めみんなどうしてんだろうシンたちがさ最後一期の方で別れた時に目指したようにレイナたちもさそっちに向かってるとかそんな展開はなかったりしないかな、まあ、とにかくいよいよ物語ね佳境に向かっていってるようで徐々に徐々にね仲間がいなくなっていくっていう形にならないことを祈りつつまあ確実になるだろうっていうねそこら辺の覚悟をしながら見ていきたいと思います、はい、というわけでね以上動画もごちそうさました